中華街から少し移動しまして、僕たち肉まん1個で腹パンになりまして、ちょっとこちらにもう1個キミちゃんのおすすめスポットがあるということで来てみました。ランドマークタワー付近ですね。これは奴らについてってみたいと思います。ジャパントボロアメリカンチャンネル。何か、お目当ての場所に着いた模様です。これですね。これ何これ、何ジェラート屋です。ジェラート屋、これ僕が本当にちっちゃい時から来てる。マジで、すげえ思い入れあるやん。でも俺ここクレープも気になるんだ。あ、そっち系もあるんだ。何が一番おすすめなんですか。グループ気になるな。やっぱジェラート。俺はね、結構ピスタチオとか。あー、ピスタチオね。ちっちゃい頃はやっぱシャーベット系が好きだったんですけど。なるほど。今はやっぱ大人になるにつれてずっとピスタチオとか、ラムレーズンとか、ね、いやー、迷うで、これ。これ迷うね。迷うよね。でも俺もここクレープ気持ちが今もこんだけアイスをおすすめされて、おすすめされてるのにもかかわらず、でも同じぐらいさ、押してるじゃん。やっぱ確かにね。ほうじ茶とかもうまいよ。金太郎ミルククリームとかね。めっちゃ大人チョイスやん。うまいよ、うまいよ。決まりました皆さん。決まった、うん、はい、決まってる。決まってる、はい、ケンちゃん決まってる。まあいいや、うん、うん、決まりましたね、うん、じゃあ俺も みんなの流れで、うん、決まってるね。決まったかな。あ、決まった俺。オッケー。普通にやっぱさ、やったって面白くないんだから。じゃあ俺ら普通に今食いに来てんだよ。そうね。なんか一人でゲーム性出してきてますけど。また後輩に払わせるの。いやいや、それも加味したルール俺考えてますから。ちょっと待ってください。そんなギャン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 になると。ちょっとルールありまして、やっぱケンちゃんさっき負けたので。ちょっとやっぱり、いきなり YouTube 撮って、うん、負けて金払わすのも、うん、酷だなと思いまして、うん、2回目は2期持ってます。あ、1回負けてもそう、それでも参加するんだね。参加します。ノー参加はダメです。2期あるの、うん、で、うちらは1期、2期あるんですっていうことなんで、はい、いいですか。こっちでやる。ちょっとそわそわしてます。皆さんちょっとそわそわしてます。いいですね。え、もう決まってるっしょ、メニュー。まあ、はい、もう決まってる、うん、はい、食いたいのある、うん、あるね。最初はグッジョキ、はい、ケンちゃん勝った、勝ったわ。これは大丈夫じゃん、ケンちゃん。はいはいはい、勝利の神様。これフラット、これフラット、フラットフラット。だからうちら一気だから、もう負けたやつが行くしかねえ。行くよ。最初はグッチョキ、まだケンちゃんやんない。なんだよ、まだケンちゃんやんないよ。ケンちゃんはケンちゃんもう、あ、もう抜け、あ、そう、抜け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 、そわそわしすぎながら、なんだよ。最初はグッチョキ、はい、よー。やっぱ横浜だからね、横浜だから。アメちゃん準ちょっと待てよ。おいよアメちゃんの準レギュラー、よりさんが負けております。はい、いきますよ。最初はグッチョキ、はい、よよよよよよ。声でけえよ、りさん。え、負けたということで、うん、皆様の注文を聞いて、ね、買っていただくということになります。注文はみんなでやろうよ。注文はみんなで行こう。いやもう本当にあちゃん、レッツ注文ということで行きましょう。はい、どうぞどうぞ。じゃあ私、金太郎生クリームクリームねとジェラートですね。カップにします。大人だね。はい、ダブルで。まあそこはね、あ、はい、はい、僕はその金太郎とあともう一個あれなんだっけ、何かのことしたわけ。あ、ハルドージね。あ、そうね。あ、そういうシステムね。とりあえず大きさとかを選べという。あ、大きさ、うん、スタイルね。あ、はい、わかりました、わかりました。僕は、はい、はい、で、ケンちゃんは。僕は、キミさんと
同じなんですよ、金太郎。ちょっと待って、なんでだからそれは、まあ、いいね、いいね、けんちゃん、けんちゃん、いいね、はい、使いますよ、そういうのも全部話聞いてた、もう爆笑してるよ。いや、話は聞いてましたよ、わざとやってますけども。いいですね、狙いです。ダブルカップ、でも、あのピスタチオ、だから、それこっちで頼む。いや、だからこれは追加だから。あ、そういうことね。あ、それ俺か。話聞いてたの、俺が。もうね、はいはいはい、みんな話聞いてねえよ、これ。はい、頼んで、はい、頼んで。アブちゃん、はい、センキュー。ありがとうございます。ということで、お支払いはより3ということになります。握りしめた。5000円あれば大丈夫って君に聞いてきた。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よりさん、ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。アブちゃん、俺を待たずしてみんなで写真撮ってるでしょ。ねえ、どういうことなの。ちょっとどういうことなの。ちょっとアブちゃん、じゃじゃーん、じゃじゃーん、見て。さあ、はい、クレープって、はい、男一人じゃ頼めないでしょ。確かに、ね、そうね、こういう時じゃないとやっぱ頼めないんで、う、ね、うん、やっちゃいました。クレープ、え、ちなみに何クレープですか、それは。もうシンプルな生クリームだけです。シンプル、マジで。本当に、いや、そういうメニューがあったから。マジで。いや、あんまこってりしてるのよりシンプルなのが好きだから。なるほどですね、うん、なんか一個サービス。いや、これね、おもけくれたんだよ。やっぱ女子にはサービスされるんだ。なんでやねん。ちなみに、キミさんは何ですか、これ。金太郎ミルククリームと、はい、何頼んだっけ、これ忘れちゃった。ラムレーズン的な。ラムレーズン、あ、ラムレーズンね、うん、ラムレーズン好きなんで、はい、そして、ケンちゃんはピスタチオと森の木の実。木の実ね、はい、80円増しね、はい、おすすめをね、聞いたやつですね。はい、そう、いただきます。僕は、ベルギーチョコとイチゴで、ちょっとイチゴがおまけされてます。あ、うめぇ。ヨリさん、いただきます。いただきます。山さん、ヒカキンみたいな編集してんの。アブちゃん、ということで今回の動画は、はい、メンバーにポツってみたという動画になりました。そして、キミちゃんのおすすめの、ジェラート屋、そして肉まん屋に行ったという回、はい、になりました。ケンちゃん来て、ケンちゃん来て。はい、アメちゃんさ、俺らさ、はい、一生懸命さ、はい、頑張ってさ、盛り上げようとしてるのにさ、はい、こんなことされたらもうあれやな。ちょっと逆襲が起こるかもな。怖いんですけど。怖い怖い怖い。アメちゃん潰しにかかります。嘘でしょ。覚えとれや。やべえ、乗っ取られる。アメちゃん潰し、怖い怖い。しちゃう。ということで、チャンネル登録まだの方はぜひ、そしていいね、高評価ともによろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。